ブルターニュはフランス海軍の戦艦。プロヴァンス級戦艦の一隻。ブルターニュはブレスト海軍交渉で1912年7月1日に寄港した。1913年4月21日に浸水し、1915年9月に収益した。手法は新設計の 34cm 砲でこの砲はノルマンディ級にも搭載予定であった。 これを連想形式で砲塔に収められ、艦前方に2機、後方に2機、艦中央部に1機、いずれも中心線に配置され、前後方向に4門、左右方向に最大10門が向けることができた。1921年から25年にかけて、重油戦勝艦に艦装が行われ、さらに1932年から34年にかけて、回収が行われた。 新型のボイラーは 43000HP の出力を発揮したにもかかわらず、速度の増加は21ノットから23.4ノットへと、わずかな増加であったが、同盟国の同世代のちょうど急戦艦が、軒並み速力21ノット、24ノットであったため、艦隊行動では問題はなかった。両対戦において、主に地中海で活動し、1940年3月、 ブルターニュは変わった任務を命じられた。金の延べ棒船に100本を積んで地中海の通論からカナダのハリファックスへの開港であった。この金塊はフランスがイギリスやアメリカから物資を輸入するための代金に充てるものである。やはり延べ棒を積んだ従順洋艦アルジェリーと共に大型駆逐艦3隻に護衛されての航海であった。1940年にフランスが ナチスドイツに降伏すると、ブルターニュはメルセルケビールへ移動する。イギリスは、フランス艦隊が、ナチスドイツの手に渡るのを恐れ、1940年7月3日に、巡洋戦艦、フット、戦艦、バーラム、戦艦レゾリューションからなる艦隊で攻撃を行う。4隻の戦艦の中で最後まで動けなかった、戦艦ブルターニュは、高校を始める前から命中弾が相次ぎ、 後部から沈み始めた。艦は、ひだとなり戦闘開始から13分後の5時9分、突然爆発を起こして転覆した。戦死者は1190名のうち977名に及ぶ。真珠湾でのアメリカ戦艦アリゾナの死者が1300名で、あることを考えれば、フランス海軍最大の悲劇であった。艦長ルーパパーン大佐は、艦と運命を共にした。 ブルターニは1952年に付養され、その後、スクラップとして廃棄された。ありがとうございます。